どうもこんにちは。夜勤明けライダーと名乗る者です。今回の動画はですね、バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人、できることなら撲滅したいというテーマでね、お話をさせていただこうかなと思うんですけれども、これと似たような感じの動画をですね、過去に作ったことがあるんですけれども、まあ、今回はリメイク版ということでですね、いくらかはボリュームアップしておりますので、よければ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。一本橋を渡るときはね、まっすぐ遠くを見るといいですよ。それとね、ニーグリップはね、もう足の向きをもうちょっとこうした方がいいかな。バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の一人目。女性教習生に対して思いっきり体を触って教えるセクハラ指導員。四輪車の教習と比べたらね、二輪車の教習ってこう指導の名目でね、生徒さんの体に触れてもセーフになるケースが多いんじゃないかなと思うんですけれども、もうですね、肋骨に女性教習生にだけ、お触り指導をしようとする指導員はですね、非常に羨ましい、アウトなんじゃないかなと思いますね。そこまで指導にね、熱意があるんだったら、油の乗ったね、おじさん教習生にもベタベタ触って指導するべきなのに、相手が男だとね、途端に口頭のみでの指導になるっていう指導員はね、確実に狙ってやっているんじゃないかなと思いますね。もうね、職権乱用も甚だしいんじゃないかなと思いますので、触られた女性の方はもちろんね、我々男から見てもね、非常に不愉快な気持ちになりますからね、心当たりのある方はですね、今すぐにやめてほしいですね。四輪車の教習でもね、助手席からこう肩を触られたとか太ももを触られて嫌な気持ちになったみたいな女性教習生からの声があるらしいんですけれども、肩はね、まあポンと軽く 1,2 回叩くくらいならね、課題に失敗した時に、まあどんまいどんまい次頑張ろうみたいな感じでね、指導員さんが元気づけてくれているだけなのかもしれませんけれども、太ももを触るのはね、どんなケースでもアウトだと思いますね。しかもね、四輪車の教習ってね、密室状態ですからね、女性からしてみたら余計に怖くなるんじゃないかなと思いますね。今日の教習が終わったらさ、個人的に教えてあげようか。よかったら LINE 交換しない？バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の二人目。女性教習生をしつこくナンパする指導員。僕がね、大学生だった時にね、人から聞いた話なんですけれども、同じ大学に通っていたね、一個下の女の子がね、夏休み中に車の免許を取りに行ってですね、そしてその教習所にいたね、一人の指導員とね、その無夫婦な関係になってしまって、しかもね、その指導員には妻子がいるっていうことが後になって分かってね、一悶着も二悶着もあったという噂をね、聞いたことがありまして、まあ、これも非常にバカなことをする指導員もいるんだなと思いながらね、聞いていましたけれども、まさかとは思いますけれどもね、教習所の指導員ってそういうそのワンナイトラブ的な出来事をね、期待した上でなってんのかなんていうふうにね、思いますね。車の教習ならね、現役の女子大生とかもいっぱい来るでしょうし、その慣れない運転操作でね、生徒さんは毎回ドキドキするでしょうし、そしてその吊り橋効果でですね、そのドキドキ感をね、教官に対する恋心だと錯覚するかもしれませんし、あ、そう考えるといいですね。僕も教習所の指導員になろうかな。どうやったらなれるんでしょうね。どなたかご存知の方がいたら教えていただきたいんですけれども、まあ冗談は置いといてですね、お互い独身であればね、立場がどうであろうが好きなようにね、したらまあいいと思うんですけれども、どちらか片方でもね、そうでないっていうならね、そういうのはやめておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。今回の課題はちょっと難しかったよね。まあ、俺はできるんだけどね。バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の3人目。教習生に対してマウントを取ってくる指導員。それはあなたはできるでしょうよ。何を分かりきったことを言ってるんだっていうね、話だと思うんですけれども。できないからできるあなたにお金を払ってまでね、教えを請いに来ているのに。まあ、俺はできるんだけどね、なんてね、仮に思っても生徒の前では絶対に口にしちゃいけない言葉なんじゃないかなと思いますね。最初からできるんだったらね、わざわざ高い金払って教習所なんて通わずにね、直接試験場に行って一発試験で免許を取るでしょうし、そんなことを言われちゃったらね、多分僕だったら一気にモチベーションが下がってしまうと思いますね。それではこの時間はですね、オートバイを車庫から出して取り回したり引き起こしたりするところから始めてみましょうか。あ、夜勤明けライダーさんはもう男だし若いからできますよね。適当に外周回っといてもらっていいですか？あ、でも40キロ以上は出しちゃダメですからね。バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の4人目。教習生を最初から放置するやる気のない指導員。これはですね、まあ、課題をクリアできてね、もう何にも教えることはないなっていう風にね、ちゃんと見極めてからっていうのであればね、まあ、放置してね、他の生徒さんの指導に時間をかけるっていうのだったらね、全然いいと思いますし、自由に練習させておいた方がね、上達が
が早いっていう生徒さんも、まあ中にはいるかもしれませんけれども、ろくに見もしないでね、もう勝手にあなただったらできるっしょみたいに判断して放っておくっていうのはね、いかがなものかなと思いますね。まあ結局僕はですね、取り回しとか引き起こしに関しては長年の間ね、こう力任せに自己流でずっとやってまして、正しいノウハウを得たのがね、YouTube を見るようになってからでしたからね、せっかくお金を払って教習所に通ったのに、他の人はね、教えてもらってるのに、僕だけ教えてもらってないなんて、なんかね、損したような気分なんですよね。まあそれとですね、一回あったのが教習生をね、ずっとほったらかしにして一人で黙々と一本橋の練習をしている指導員がね、いたことがありまして、しかも結構な確率でね、橋から落っこちていたのでね、おいおい大丈夫かみたいに思いましたし、そしてその時間、最後ね、一応生徒全員ね、教習手帳にハンコはもらえましたけれども、これハンコもらっちゃっていいのかなみたいにね、みんなで目を合わせてましたね。なんかね、その時間を受け持つはずだった指導員さんがね、病欠か何かで急遽補欠の指導員さんになりました、みたいな説明がね、事前にあったので、多分教習所側にもね、やむを得ない事情があったらしいんですけれども、同じ指導員さんでもね、ここまで差があることもあるんだなっていう風に思いましたね。夜勤明けライダーさん、そこは右折だって何回言ったらわかるの？あと交差点では真ん中まで走ってからそれから曲がり始めること、早回り右折で違反切られちゃうよ。バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の5人目、ベンチに座って雑に怒鳴り散らかしてくる指導員。これはね、僕を受け持ってくれた指導員さんの中で一番頭にきたケースだったんですけれども、大型二輪教習の時にね、大型クラスのオートマ二輪の走行体験みたいな時間があって、特に課題をクリアしなければならないとかそういう必要のない教習で、まあそれでもね、細かいことでも大声で怒鳴られながらコースを走らされたことがあってですね、確かに教えてくれていることはね、正しかったんですけれども、こいつ一体何様のつもりやねんと思ってね、もう冗談抜きにめちゃくちゃ頭にきてですね、もう思いっきり睨みつけてやったらね、その瞬間から一気にトーンダウンしたのが印象的でしたけれども、多分オートマ限定教習の指導員さんっぽかったんでね、それ以降受け持たれることがなかったので良かったんですけれども、車やバイクの運転はね、危険を伴うことなので厳しく指導されるっていうのはね、別にいいんですけれども、それにしたってね、教え方はね、さすがちょっとね、ないんじゃないかなと思いますね。あなたいつまで経ってもできませんね。これじゃあ行動出たら死んじゃうか、誰か引き殺しちゃうんじゃないですか。バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の6人目、教えるのにうんざりして嫌味や小言を言ってしまう指導員。まあね、指導員だって人間ですからね、飲み込みの悪い生徒さんがいたとしてね、何度も何度も同じことを言わされているうちにね、うんざりしてしまうっていうのもまあわからんでもないじゃないんですけれども、まあそれでもね、やっぱり嫌味や小言をね、本人の前で口にするっていうのはいかがなものかなと思いますね。それとね、意外とため息もね、結構傷つくんですよね。まあ行動に出るとですね、もっともっとえげつない言葉で大声でなじってくる人も時たまいますんで、この程度のことで落ち込んだり腹を立てていたりしたらね、身が持たないので、こういうのをね、受け流すのもある意味で運転技能の一つではあるんじゃないかなとは思いますね。君が乗ってる普通のバイクさ、なんていうバイクなの？へー、エイプって言うんだ。 50cc でそんなバイクあるんだね。だけどさ、そんなちっちゃいバイク乗っててもつまんないよね。だから普通に二輪免許取りに来たんでしょ。バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の7人目、教習生が乗っているバイクをバカにする指導員。これは僕が普通に二輪教習に通っていた時にですね、教習所の駐輪場近くでね、タバコを吸っていた多分休憩中の指導員さんにね、言われたんですけれども、小さいバイクはつまんなくってね、大きいバイクは面白いっていうのは僕は非常にナンセンスな話だと思っていまして、まあ大きいバイクにはね、大きいバイクにしかない楽しみがありますし、小さいバイクには小さいバイクにしかない楽しみっていうのがね、ありますので、普通に二輪免許を取ってね、中型バイクを手に入れた後も原付のエイプをね、ずっと手放さずにいてね、カスタムしたり、あえて原付バイクで行くツーリングっていうのをね、楽しんだりしていたので、決してですね、エイプがつまんなかったから普通に二輪免許を取りに行ったっていうわけではね、なかったんですよね。まあその指導員さんはね、そんなに悪気があった感じじゃなくって、親しみを込めて話しかけてきてくれているね、感じだったので、まあそこまで腹は立ちませんでしたけれども、まあでもね、あんまりよろしくはないんじゃないかなと思いますね。あれ、夜勤明けライダーさん、男ですよね。今は小型限定で、しかもオートマ限定の教習の時間なんですけど、
大型のマニュアル教習の時間と間違えていらっしゃいませんか？バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の8人目。男だったら大型のマニュアル免許を取るべき、女だったら小型限定のオートマ免許でも良いという時代遅れの方針を打ち出す指導員。どの種類の免許を取るかなんてね、教習生それぞれの自由じゃないかって思う方がね、今は大半なんじゃないかなと思うんですけれども、僕が小さい頃散々言われていたですね、もう男らしくしなさいとか女の子らしくしなさいっていうのはね、今のご時世ではもう完全にタブーとされているので、言わない方がいいんじゃないかなと思いますね。だってね、ほら俺の指導に文句あるってのがこの野郎。なんだよその目は、やんのかこら、やってやんぞこの野郎。バイク教習生から嫌われる指導員はこんな人の9人目。生徒からの苦情に対して切れてしまう指導員。これは多分ですね、一番まずいケースなんじゃないかなと思いますね。苦情は苦情としてですね、まあ真摯に受け止めた方がいいんじゃないかなと思いますし、思わずねカッとなって暴力に出てしまったらね、多分教習所をね懲戒解雇かなんかになると思いますし、まあここまでのケースではなくてもね、ミスをした時にこう軽く頭を叩かれたみたいなケースもあるみたいでですね、まあ指導員にもいろんな人がいるっていうのをね、通っていた教習所のその指導員さんとの雑談の中でね知り得ることがありましたけれども、まあ例えばですね、二輪の指導員の中にも本当にバイクが好きで指導員になったっていう人もいれば、二輪免許のね指導員の資格を取ってからそっからバイクに興味が湧いてハマっていったっていう人もいたり、別にバイクが好きっていうわけではなくてもキャリアアップが目的でですね二輪指導員の資格を取っただけっていう人もいるらしくてですね、技術もね熱量も性格もね人によって全然違うのでね、少々のことは仕方がないとは思うんですけれども、あでもやっぱり切れてねちょっと暴力沙汰に発展してしまうっていうのはね、絶対にダメなんじゃないかなと思いますね。ということでですね、今回はバイク教習生から嫌われる指導員はこんな人、できることなら撲滅したいという題目でですね動画をお届けしましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ指導員さんもですね、語気を強めて指導することがあるっていうのはある程度は仕方のないことだと思うんですよね。例えば僕が車の教習中にですね、教官からバチクソに怒られたことがあってですね、まあどういったことで怒られたのかっていうと、コースの道順を間違えてね復帰する時のことなんですけれども、その復帰する際にですね、コース内の右側車線をね少しだけ逆走してしまったことがあってですね、まあ他に教習車もいなかったですし、10メートルにも満たないような距離だったのでね、まあ別にいっかっていう軽い気持ちで逆走したんですけれども、その瞬間ですね、助手席にいた指導員さんから思い切りガッとハンドルを掴まれてね、で無理やり左車線に戻させられてですね、そして停車させられてですね、かなり激しく怒鳴られてですね、その時にはですね、なんだよ別にそこまで言わなくたっていいじゃないかっていう感じでね、軽くふてくされてしまいましたけれども、いざ行動に出てみるとですね、あの時に怒られたことの意味が分かってですね、あ実はいい指導員さんに当たっていたんだなっていうことがね理解できましたので、まあこの動画に出てきたようなね、あの教習生にセクハラをしたり人格否定をするようなね暴言を発したり暴力に訴えたりするような指導員はね、まあ論外だと思うんですけれども、あながちですね、あの厳しく指導されるっていうことはね悪いことじゃないと思うんですよね。実際に事故を起こしてしまって食らうね、あの肉体的精神的なダメージに比べたら、教習所で怒られて食らうね精神的ダメージの方がもうよっぽど軽いことだと思いますからね。はい、まあそんな感じでですね、多分次回はですね、教習所の指導員から嫌われる教習生っていうね、今回とは逆の視点から見た動画をねちょっと考えてますけれども、実際動画にできるかどうかっていうのは分かんないんですけれども、まあ一応ですね楽しみにしていていただけたらなと思います。何度かね、あのリクエストで嫌われる元ブロガーをやってほしいっていうようなねお声をいただいていますけれども、そのリクエストに関しましてはですね、ちょっと一旦放流とさせていただいておりますのでですね、リクエストくださったリスナーさんにはちょっと申し訳ないんですけれども、ご容赦いただきたいかなと思います。あと恐縮ですけれども、チャンネル登録ですね、お待ちしております。もちろん評価コメントなども励みになっております。ありがたく読ませていただいております。それではですね、良ければまた次回動画でお会いしましょう。バイバーイ。